それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。 We need to get the way we sound like ていうかやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すごい。そうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけているのはなぜか。それじゃないはずだ。ドキドキするぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。五感のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでも全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。9個戦型だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって聞いてたけど、こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんねえ。なんだこれ。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、はあ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっぱやな走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えよ。来た来た来た、前に出てるぜ。行けよ、ナブヒカ。大きいの底力見せてやれ。武蔵小杉を通過、五千が先行。菅田瀬信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうに、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション五千の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの。
わかん。動力線は全長25キロと比較的短いですが、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないが、後半の戦闘は藤原なら十分チャンスがある。ケイスケの言う通り、俺たちにできるものは何だ。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。最速のダウンヒラー、阪急にせよ完全に抑えてる。まさか。ことなのか。まもなく4番線に信彦が前だって。本当だ。通過いたします。よし、いいぞ、押さえてる。行けー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであと5日。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかしね、レールと車輪のキャストをし、摩擦が少なく滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着力。ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぎ、上り勾配ではフロントに荷重を寄せて粘着力を増し、限界を超えた領域でのみ顔を覗く。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱いってことか。無助士のアドバイスもそういうことだったんだ。アドバイス何だ。チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげる。違うな、自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。
どうだった信彦、関西エリア最速って言われてるダウンヒラーと互角にやり合った感想は。互角といえば互角になるのかな。無我夢中であまり覚えてないんだ。なんか含みのある言い方だが、そういやいつの間に9000に戻ったんだ。藤原もびっくりしてた。いろいろあってな。ともかくたっぷり見せてもらえたおかげで俺なりに分かったことがある。あの2000に勝つ方法は一つしかない。